言わないの言わないの。塩田直人の漫画ランドのラインZ。 イエーイ。タイトル変わってるよ。タイトル変わってるからね、はい、ちょっとね、ちょっと、はい、タイトル変わってていいの、それなんかこう言わないで大丈夫な。いいよ。なんか今日はあのね、あやきさんがボクシング新庄の東日本 K1 じゃないですよ。K1 だな。で、そのお仕事でお休みということで、うん、急遽ね、もう MC になりますよ、そうですね、私が、はい、ものすごい早い段階からオファーを出し、いやーもう本当にね、ようやく、はい、ようやく番組を乗っ取ることが、あんなに言いましたからね、早きにね、そう、乗っ取ることができましたね。はい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 、ここぞとばかりに私の番組してやろうと思ってます。はいはいはい、じゃあまず、読まなあかんやつ、全国のマガランド、全国マガランド、はい、お願いします。なんて言ったらいいんだっけ、ちょっとこう、初めの方私も結構ですけど、初めの方を任せます、ね、はい、あ、分かりました、はいはいはい、じゃあ、では漫画ランド、はい、全国の漫画ランドの紹介からね、はい、はい、読んでください、上野店漫画ランド、上野店からご覧の皆さん、上野御徒町店からご覧の皆さん、上野駅前店からご覧の皆さん、西日暮里店からご覧の皆さん、北千住店からご覧の皆さん、北千住2号店からご覧の皆さん、綾瀬店からご覧の皆さん、亀有店からご覧の皆さん、金町店からご覧の皆さん、錦糸町店からご覧の皆さん、亀戸店からご覧の皆さん、まだ半分ですからね、門前仲町店からご覧の皆さん、菅野店からご覧の皆さん、大塚店からご覧の皆さん、六本木店からご覧の皆さん、五反田店からご覧の皆さん、平和島店からご覧の皆さん、浦安店からご覧の皆さん、京都府店からご覧の皆さん、南京都府店からご覧の皆さん、元山田店からご覧の皆さん、松戸店からご覧の皆さん、イージーカフェ錦糸町店からご覧の皆さん、高円寺店からご覧の皆さん、三宮2号店からご覧の皆さん、せーの、カフェラーメン。そう、初めにね、みんなどうしてもね、せーのって言われるんだけど、僕もこういう感じだって。あ、そっか、そっか、せーのがわからない。そうそう、いきなり言われて、ね、僕も入ってきてからね、正しくは何なんですか、せーのなんて。せーの、こんばんはですよ。あ、わかんない、逆に何がある、逆に何がある、わかんない、お決まりのやつがある。そう、あ、こんばんはがお決まりのやつ。そう、はい、じゃあちょっとまず、忘れずにチャッターさんにご挨拶をね、させていただきたいと思います。キャットセブンさん、こんばんは。こんばんは。ひでたけさん、こんばんは。はい、こんばんは。ほじょうさん、こんばんは。はい、こんばんは。けいたさん、こんばんは。はい、こんばんは。けいりゅうりょうさん、こんばんは。はい、こんばんは。おまるもえさん、こんばんは。ララチャパーさん、こんばんは。いやいや、中はきらみたいな感じです。確かしい、あー、はいはいはい、こんばんは。こんばんはです。ヨン様いるよって言われてますけどね。ヨン様がいる。ヨン様。どこ。晴れ晴れね。前みんないないということで、晴れ晴れヨン様が来てくれたんです。ヨン様ね。日本大好きで。なんで間違えたの？それ狙いだったの？ヨン様。いや、ヨン様だよ、それ。兄貴の方が似てる。兄貴の方が似てる。知らんわ、それ。知らん、そんなもん。じゃあ、まずゲストさん紹介からね、行きましょうか。ゲストさん、私は知ってるが、皆さん知らない。そうです。自己紹介。自己紹介。です。ありがとうございます。はい、自己紹介。はい。そうですね。マイミンがいなくて、テンパってます。いつもアシスタントの北川千春です。よろしくお願いします。はい、よろしく。はい、そして。はい、私、今回の MC、そして今後も MC になるかもしれないですよ、皆さん。なんたらね、柏木やったか柊真由美やったかなんかわかんないですけどね、うん、そこら辺のね、すごいモザイクすごいモザイクになってるから、自己紹介だけは私、はい、塩田です。塩田の音です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、マンガランドオンラインをご覧の皆様、はじめまして。夢は大きく4番ピッチャーだけども、現実9番ライト、猪狩一馬です。やったよ、職業なんだよ。いやー、辛いな。辛いことを経験しないな。じゃあ、お名前を。はい、はい、マガランドご覧の皆様、はい、大谷千歳と申します。こんな顔しても二十歳を過ぎております。びっくりされますよ。はい、よろしくお願いします。お願いします。どういうつながり、はい、以前のね、私のあの舞台を共演した時に知り合った仲間です。病院のやつですね。あ、はい、はい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 、病院のやつを、はい、知り合った時にやりました。そうですね、まあ、私自身もね、このね、猪狩さんと塩田さんは共演がね、うんうん、そうですね、あの、ヨロキンで1月と7月で共演させていただいたんですけれども、はい、あの、私よく黙るんで、うん、黙るんや。黙るんや。いやいや、そっちが持っていくから、そういうことになってるのかなと思って。あ、そうなんですか。そんなにね、ないのよ、私。そんなにないの。マミについに降ろされたかってことなんですけどね、うん、まあ、これはね、降ろされました。
下ろされました。オンデマンドを見た眉毛が切れるやつですかね。今後私になりますんで、はい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 、今日もテストみたいな感じですからね。そうそうそう、もう私塩田さんに張り切って頑張っていただきたいと思います。そうそう、小手調べみたいな感じ、うん、はい、はい、カンペが堂々と露出。カンペが、カンペじゃないです、もはやセットですか。これセットです。カンペじゃないんで、あんまりこ消してやるの。消してやるの。音なんだ。はい、両端かわいい。両端かわいいやつ。ありがとうございます。両端ってここだよね、ここだよね。じゃあ多分ここそこはあれなんかアシスタントの枠やな。こことここよ。こことここ、ここ真ん中の人もかわいいね。鼻から上だけの女性。え、あ、分かった、もう今日そのネタか。どういうこと、鼻から上？多分ね、最近 ここに映ってる疑惑を出してくる方がね、いるんですよね。ああ、そういうこと、ね、多分そういうことだと思うんですよね。ちょっと、そんな、いやいやいや、ちょ、ホラーに捉えないで。ホラーじゃない、ホラーに捉えないで。でも、おまる坊さんに共演の宴言われちまいましたけどね。最後まで見てから決めてください。宴共演になるかどうかはね、わからない。この私のふわふわしたテンションが、どうなるかによく。酒飲んでない。飲んでない。ふわふわしたテンションなの？疲れてんの？疲れてんの？疲れてるか疲れてないかで言えば、心は、心すさんでんの？心はすさんでないですよ、真っ白ですよ。真っ白ってどうして、どうして、はい、どうして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 って私しづらいわ。もっと後でして。もっと後にするの？いじっても言わないんだ。プロ意識、プロ意識、プロ意識が、さすがですね、本当に、うんうん、で、はい、今日ね、初めてお会いする方もいらっしゃると思うので、そうですね、はい、一人ずつ、お名前と普段何をやっているか、なんかを聞きたいと思うんですが、普段何をやってるか大体分かったと思うよ。大体分かった。舞台で共演したっていう、共演したし、名前も聞いたし、名前も。え、でも分かんないし、舞台出ててもグラビアやってることだったり、タレントやってることだったりいるじゃないですか。舞台歌ってるとか、細かいこと言わなあかんの。え、言いたくないんですか。今後もしかしたら僕もさ、ヤンマガとか表紙になるかもしれんね。試練やんか。でもそこグラビアという枠を僕を除いてなんか言わなあかん的な感じなの。え、どういうことですか。とりあえずは流していこう。あ、本当ですか。とりあえず流していこう。はい、一応なんかこうね、アピールしたいこととか。そう、多分僕を紹介するよりも、はい、え、もう新田さんもいいですよ。ここ二人でしょ、うん、はい、まあ、僕もね、今日こっち側ですからね。あ、そうそうそうか、そうか、何そっち側のつもりでいいんですか。いやー、ほんとにね、はい、ただ、ちょっと言っていい、はい、多分二人ともね、そんなにネタないよ。普通にお芝居してます。いやいやいや、ないよ。あ、じゃあ今まで、その格好で来て、その格好で来てお芝居してますしかない。でも私ね、本当にびっくりしたの、今日の雰囲気、結構好み。おあの、こういうのじゃなかったんですよ。何が？あの、何が何が、稽古中こういう感じじゃなかった。どういう感じ？なんかもうね、すごいちょっとね、稽古中に何なの、バシー決めてくる。稽古中、稽古中なんてそんなもん動きやすい服でって言われるぐらいでしょ。あの、バシー決めるじゃなくて、怖かったの。舞台未経験者、カズマ氏怖かったもん。舞台未経験者、未経験者じゃないけど、うん、なんかね、あの、もう俺に近寄るんじゃねえみたいな、あー、なんか首出すわけですよ、この方が。ジャックナイフ的なね。そう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 、その割に舞台で心折れて帰ってきて、ちょっと可愛い。心折れた。いや、でも今日は会った時、いきなりジョン・レノンがいらっしゃったと思って、ちょっとびっくりしたんですけどね、本当に。はい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 、ジョン・レノンの引き出しね。何言えばいいんだ。いやいや、大丈夫だ。わかる。僕もなんか適当に早めに掘り込んでしまった。正解って何なの。正解、いやいや。正解は、あの、うん、陽子。陽子最高。あ、うん、あ、それだ。違う。ありがとうございます。違う、今の覚えないで、今の覚えないで。なんかコメントも。酵素を物色するためにアインしようぜって言ってるよ。だって。だって。だって。なんで僕アインしな、せーの、あうーん。ありがとうございます。面白い、面白い。 MC ってこういう立場ちゃうかった気がします。だって回さないで、もしよとか。いや、回さないとか、しか喋ってないもん。今喋ってるでしょ、僕。うるさい、うるさい。全然喋らない。喋ってたでしょ、今も。うるさいで、かまさんだ、うん。だから、私はね、あなたこれのさ、そうそう、ゲストさん読んでますよ、読んでます。私はゲストさんの話が聞きたいの、はい、西岡さんが邪魔するんですけど、皆さんどう思いますか。邪魔してませんよね、僕。喋、はい、ってないとか言い出すね、もう、はい。そうですね。とりあえずね、あの、なんかお名前と、今までやったなんかお芝居とか、うん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 、なんか今までやったお芝居、全部お芝居、全部お芝居、どういう役どういう役が多いとか、全部お芝居、お芝居、はい、どういう役柄が多いか、はい、俺もうバラバラ、あ、ほんとバラバラだから何も、
ねえ、はい、こういう役多いってない。あー、それでも、ないですか。一番面白かった役とか。一番面白かった役、はい、うまっうまっで、それは面白いじゃないですか。うまうまうま役って、うま役ってどんな役。四足歩行ってこと。いや、二足歩行でやるんですけど、二足歩行のうまうま、あの舞台ゴジラみたいな感じのやつ。だから舞台上で泣くし、それのミュージカル。ミュージカル、うまなの。ミュージカル、うま。戦場駆け抜けた馬みたいな、ああいう最近のタイトルではなく、なく、なく普通の馬。それは人も出てくるし馬も出てくるんですか。人も出てくるし馬も出てくるし、うん、まあ、全員馬だし。全員馬なの。全員馬、全員馬だけの話なの。そうそうそう。それめちゃめちゃ面白いじゃないですか。めちゃ面白い。馬だけの話。へぇ、すごい、すごい舞台経験されてる、うんうん、みんなでこう歩き方の練習したり。泣き声、二足歩行でしょ。泣き声の練習したり。違う違う違う、それがさ、二足歩行で歩き方の練習ってどういうことよ。だからこの馬のこの蹄から先に降りて、うん、カタッっていうこの。二足歩行でもそこはちゃんとやるんですね。やるやる。あ、でもほら、学芸会って聞かれたら、クールな石役が似合いそうって言われて、石役ちゃんとやってましたよね。医者役やってた。それこそ塩田さんと一緒に、あれ医者じゃない、あれ医者医者医者ね、医者医者って、まあ、研修医的なね。うん、でもなんかその前になんか塩田ちゃんとチャット拾わないとって、なんかもう完全に僕も、うん、あ、呼び捨てされてる。そうですね、うん、増えてる、増えてる、チャットさん増えてた、うん、チャットさん増えてた、増えてた、誰で挨拶、挨拶して、コメントマックスさん、こんばんは。たかたさん、こんばんは。こんばんは。はい、そんな男じゃないぞ、塩田。はい、はい、はい、そうですね、はい、はい。ちーちゃん今日も可愛いね、うん、ありがとうございます。それ拾わなくてもいいと思う。え、なんでなんで、うん、なんでなんで、うん、もしかしたらちーちゃんってこっちかもしれない、はい、あ、そう、今日ダブルちーちゃん、そう、ダブルちーちゃんなんですよ、今回。あ、今回ちーちゃんとも呼ばれてるんですよね。そうですね、はい、塩田くん、あ、ここだけちょっと呼び方分けよう、ね、だからちーはちーだから、ここちーちゃんはこっちでちーちゃんでいいと思うんだけど、はい、やっぱアシスタントやから、うん、そのなんか名前、臨機応変にしていかない。北沢だ、北側だわ、北側だ、北側だわ、北側、ね、メガネおるぞ。北風さん、はい、北風じゃないですね、北風さん、塩田くんは、うん、石屋が似合いそう。石屋、石屋、石屋、え、石屋ってこと、石屋、石屋ってこと、石屋さん、俺の石屋と、医者、医者と、石屋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 、メガネさんイケメンですね。ありがとうございます。めっちゃ褒められてるやん、カズマさん。カズマさんめっちゃ褒められてるやん。褒められてるね。いやー、イケイケですわ、この人。じゃあ、石屋のくだりもういいねん。石屋のくだりもういいね。医者と石屋。ね、まあ、馬がなかなか面白かったとこで、じゃあ、ちーちゃん。そうそう、ちーちゃん。はい、あ、でも年齢聞いてもいいですか。あ、年齢ですか。いくつに見えますか、実況。そうそう。おお、なんかこれキャバクラみたいな会話。キャバクラ、キャバクラ道具。いつも聞くんですよね。はい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 。22、うんうん、そうなりますよね、さっき。そう、言ったか。言っちゃった、ね、23歳になりました、この間。あ、おめでとう。おめでとう。あ、何番ぐらいやと思ってた、正直。正直、でも20歳ぐらいかなと思ってました。あ、もうすか。なんで、うん、ってなったの。俺は、俺は27 同い年だろ。え、嘘。その会話したろ。その会話してるだろ。いやいやいや、もう忘れてんの。共演者やんね。嘘嘘。出たよ、出た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 。あれ、こういう扱いだ。そんな話したような気がすれば。多かったんだよね。あの、同い年多いっていう話はね、同い年多いっていう話はちょっと星座が疲れた。星座が疲れた。星座が疲れた。あの、皆さんも足崩していただいて結構ですよ。あのね、僕浮いてるから今。同い、でも高田さんも10代に見えるって。あ、まあだから10代に確かに見える。で、道歩いてたら、なんか、え、学生、いつも中学生に間違えられる。わあ、羨ましい。私なんか、私ね、今日ちょっと早く着いたんですよ。衣装をね、次の舞台の衣装見てたんですけど、その前になんか、いい店ないかなと思って、あの、北千住の駅でね、こうピコピコしてたわけですよ。ピコ？したら、あの、お兄さん、ちょっとそこ引っかかる、最後まで聞いて。で、ピコピコ。おーい、おーい、かぶせてくんな。北風さんやったっけ。違います、北川でした、ね、北川です。恵子さんやったっけ。恵子ちゃう、千春です。ほんとに何何やしいな、ピコピコの続き聞きましいな。ありがとう、ちーちゃん、ありがとう、うん、ピコピコ、おーいで、そうで、お兄さんがね、あの、お兄さんが来たの。あ、お兄さんが来た。お兄さんが来て、で、すいませんって言われたから。さやまのお兄さん。誰だよ、さやま。いくつ、いくつ。
遠山の富山じゃないの。もうややこしいな。でもいいよ、積んだ積むほど私の話が面白くなくなるからもう嫌なんだけど、うん、そのお兄さんが来てね、うん、すいません、ギリのギリじゃない、ギリなの、ギリなの、一人っ子、片言ですか、すいませんって言ってきたから、なんか迷ってんのかな、分かんないことあんのかなと思って、はいって答えたら、何迷ってたの？分からない。はいって答えたら、はいって答えたら、ナイトワークとか興味ありますかって言われて、うん、すごい。何？そうそうそう。おい、いかに？ヤフーチェック。ナイトワークって何？ベストアンサー。ベストアンサー答えて。ベストアンサー答えて。ナイトワークって何？ベストアンサー。ベストアンサーって何ですか？ベストアンサーちょっと聞きたいよ本当ナイトワーク。私そんなコメントでも全然募集しますよ。そうですね。ナイトワーク。富山の金さんに合う。そうだよ、ナイトワーク。ナイトワークそもそも何のつもりで声かけてきたのっていうのは問題だよね。ナイトワークってもあるわけじゃないですか。そうそう。ああ、まだ8時台だった。どれ。メガネさんは18歳って。18歳に見える。でも若くも見えるよね。本当にめちゃくちゃ老けて見られる。うん。でしょ？落ち着いてるんだよ。ぱっと見若いの。むちゃくちゃ落ち着いてて。落ち着いてる。しかもここもこんだけ喋ってるからあれかもしれないけど、極度の人見知り。そう。極度のね。人見知りなんでまあ喋らない。しかも打ち上げの時に飲んだ時にそんなに簡単に心開くと思うなよって言われたから。全く覚えてない。全く覚えてない。芝居には人のタオル奪って寝始めましたから。あ、全然覚えてない。この人。全然。でも自分も同い年って覚えてないよ。まあいいよ。どっこいですね。どっこいです。どっこいではないです。それは北条さんだから。はい。いやいや。なんか僕らはすごいいじりにくい感じになっちゃうからさ。そっか。じゃあちいちゃんの舞台の話とかをまだ何も聞いてないからね。私もでもそんなに統一した役柄はないんですけど、はい、大阪の方ですか？あ、そうなんです。関西出身。あやきがいたら喜びますね。千代さん近いですよね、実家ね。あ、そっか。いや、僕全然そんなもん、東京育ち、東京生まれ。なんでそこ嘘つくんだ。やばいね。我々からは大体友達。ケイリュウリョウさんがカズマくんかわいい、かっこわら。あっちの方もかわいいぞ。本当にやめてもらっていいですか。これ、世界阪神。これ、オンデマンド。これ、残るやつだけど。何回でも見れるやつだけど。やだぜ、やだぜ。何、快感に思ってる、むしろ。何ですか、何でやったんですか。ナイトワーク万歳。今日、月水いろんな。何だよ。何なの？で説明すんねんの？塩田さんはフィリピン出身って。フィリピン出身？外人ちゃいますからね。あら、うん、あらって。あら。どこ出身なんですか？大阪と大阪のハーフですよ、本当に。いやもう本当に。ねえ、はい。で、ちいちゃんは。はい。ちいちゃんの方。ちいちゃんはあなたのちいちゃんじゃなくて。普段舞台もうずっと舞台やってるんですか？そうですね、うん、ずっと舞台ばっかりやってます。はい、ここはこの間去年で、はい、じゃ結構若めの役が多いとか。そうですね、中学生の役とか少年の役とか。少年の役多いです。少年の役、少年足部。私絶対来ないやつ。足部
足で、足で、あ、こっちがゴマシャンやんかよ、ね、そこするんなんか、なんでコメント、いや興味なさすぎ、僕ら一応さゲストや、それやのにさキューンとかやってる時に対して、うん、だって私が突っ込んでも聞かないんだもん。止まんないんだもん。聞かないじゃなくて、ゲストに興味があるから、うん。あります、あります。めっちゃあります、めっちゃあります。なんなら一番遠いから、ちーちゃんが。うんうん、私は、お話ししたい。お話ししたい。シーナどうぞ。お話ししたい。塩田さんはニューハーフっつって、うまいこと言うね、本当に。ハーフって言うたからね。はい、で話してよ、と全然話して。全然何もなかった。全然何もなかった。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 うん。塩田ちゃん、退場って言われてますけどね。退場おかしくない？退場。今まだ始まったばっかりです。そうですね、そうですね。じゃあ、ちょっともう、塩田さんのあれも飽きてきたから。あれも飽きてきたって何？ゲストさんに。ゲストさんに。毎回、あれこれ塩田さんに聞いたっけ？来た時僕もう4回目ぐらいだ。ほぼ毎回聞いてるあれを聞いちゃおうと思うんですけど、うん、僕来た時絶対扱いおかしいもんな。いいですかね、どれどれ何を見せるか、かわいいの見せるか、かわいいの見せるか、かわいいの見せるか、あのまだ8時まだ8時、はい、イエローカードもらいました僕、はい、塩田さんがイエローカードですよ。もう1枚目で僕、はい、多分レアカードもらいます。そうですね、レアカードもらいます。そうですね、あもう先にラーメンジャパンさんに先に言われちゃった。初恋の男性。初恋の男性。あーなるほどね、はい、初恋の男性。初恋の男性。どうカズマさん、初恋の男性。カズマさん的に、はい、カズマさん的によ、はい、うん、この人かっこいいなって思った。そう男の人。でもあのいけそうだよね。いけそうな感じしない？男性。何言うの？何言ってんの？なんか、カズマくんそういう感じするんだけど。あなたが、はい、そういうのダメってあんだけ怒鳴ってたのに、いけそうな感じするの？いいよそれで。いけそうな気がする。いろいろ出てくるけど、思いついたから言っちゃうみたいな。思いついたから言っちゃうみたいな。ガヤ芸人になってる。じゃあいい、もういいから、塩田さんの初恋の男性は？じゃあ僕の方くんの、うん、それで。もう一緒やん、ここと。え？ここと被るやん、要は。違うの、一番奥を行くべきちゃうの。奥は大事に取ってるの、うん、じゃあ、うん、大事に取ってんの、うん、初恋の男性か、やっぱりね、ガタイはがっしりしちゃった方がいいわよね。スポーツはできてほしいわ。強いて言うならばラグビー部、ちょっと誰が処理すんねん。誰が処理だからさ、処理するやつおれへんやんかさ。自ら処理しなあかんの、自己処理しよう。そんなとこもできるんですか。いやもうちょっと勉強させてもらおう。ほんまにもうやばい顔してたよ隣で。ご飯ですよの顔してたから、はい、完全に、うん、すいませんでした、うん、じゃあ、はい、あの本当誰がご飯ですよ。こうやってたから、僕にしか見えへんようにこうやってたからさ、ご飯ですよ。本当に本当に聞くことね、初恋の人のお名前を教えてください。下の名前だけで誰から行く？自分から行く？じゃあ私も結構言ってるよ。じゃあとりあえず言ってみよう。私はあのりょうたくんがね好きだったんですよ。何りょうたくん、サッカー部で。言わねえよ。中学生のやつ。お兄ちゃん、気持ち悪いよ。お兄ちゃんやめてよ。ナイトワークスのお兄ちゃん、本当に次言ったらメガネ発信しよっかんだ、マジで。ナイトワークスとお兄ちゃんやつ。違うんですか。りょうたくんその、サッカー部、サッカー部で中学の時に好きで、私好きすぎて。中学初恋なの？中学遅くない？そこまで何してたの？何を初恋とするかみたいなところで。ああ、ね、難しいところありますけど、その前あんま覚えてないんですよね。男の子すっごい苦手で。その前あんまり覚えてないの？覚えてないっていうか違う、その男性男の子と喋った記憶がないんです。おー、喋った記憶がない。喋った記憶がない。で、中学からもアホみたいに喋るようになったってこと？いや、全然全く喋れなかったです、中学校の時。いつから喋るの？いつから男覚えたの？いつから、そうそう、やばい、いつから。じゃあ、あ、待って待って待って、おい、メガネはい、メガネ壊されうん、そう、いつから。塩田亮太ではないですね。塩田亮太ではない、はい、もはや誰です。おったかな、塩田亮太。塩田、うん、塩田。え、どっからその殿方と喋るようになってきたの？あ、でも本当、大学生になってからですね。
あの、なんで笑ったの？高校までがね、あの女子校だったんですよ。あの、ほぼ、なになになに、女子校だったの？あの、女子、ほぼ女子校だったんですよ。だからこう男性とお話する機会がなくて、で、なんでそんな笑ってんの？私どこか面白かった？いや、とりあえず、お前ゲストかってツッコミが。ああ、ほんとだ、ほんとだ。あ、フラなんかフラなんか私なんてどうでもいいのって振って止めてどうでもいいのに行って行かなあかんよ。はいじゃなくてまずはまずタイトルに戻ろう。何か忘れてるから話のテーマね。とりあえず初恋の初恋の人の名前教えてください。俺俺チュンリー。えぇほんまに。あーでも分かったもん。分かるわそういうの。でしょそういうの分かる。チュンリー分かった。チュンリー、そうチュンリーはね確かにね恋しちゃうよ。びっくりした。あの、うん、青いチャイナ服着た人。そう、そう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 。チュンリーだと思う俺本当に。私それで言ってたら堂本光一だよ。いいじゃん。それで言ったら、うん、それで言ったら。なんでそれで言うの。そうじゃない、そうじゃないのが聞きたいんです。なんでそれで言うの。リョータ、そうじゃないのが聞きたいんです。リョータ誰だよ。あの、あのリアルなやつ教えてください。リアルなやつ。起きてる、起きてる。本当に俺で言うと、まことちゃん。まことちゃん。まことちゃん。え、どんな子だったんですか？うんとね、あんま喋んない子。お互い喋らへん。そう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 。進まない。話が進まない。何をもって好きになったの？可愛かったの？可愛かった。顔が。でもちっちゃい子って何が可愛いってわけでもないからね。なんとなく。でも俺も小学生の時本当にね、まあ男はまだ喋ったけど、女の子全然喋んなかった。あ、今も喋るイメージないですけどね。うん、喋るよ。いや、僕も喋るイメージ。前と比べや。前の、ごめんなさい、知らないから。とんでもない。本当に男と鼻垂らしてトンボをかけてたから。いや、それ中学まで。本当に。中学までね。中学までトンボを。本当に、本当に。結構長いこと。ど田舎だからさ。え、どちらなんですか？福島。福島。はあ。そこで、まあ、トンボ追いかけて。そうそうそう。電車がね、1時間に1本しかない。ああ、もう本当のガチガチの。でも電車通ってるんですね。そう。あと、本屋ない。本屋がない？本屋がない。本屋がない。本読もうと思ったらどうしたらいい？あの、隣の駅。喫茶店。隣の駅。あ、1時間しかないへん、来へん電車で隣の駅行って本屋に。そう。ジャンプ変わるへん。そうだな。アマゾンもね、その時はね、ないですよ。あったよ。あった。うん。あった。高校ぐらいの時あった。あ、そっか、それあるか。うん、同い年だ。インターネットは通ってる。そうですね。梅津和夫さんの誠くんってなってるけど。グワシ？グワシ。グワシ。いや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 、そうそうそう、おかしいけどね。とりあえず誠、誠ちゃんや。それ進展なかったんですか？なんもない。見てるだけ。喋ったことない。でも喋ったことないの？小学校ぐらいの頃ってなかなか進展せえへんくない？そんなに一番初恋の人。何進展？小学生で進展。なんかゴリゴリ喋るみたいな。超仲良い。なんかいじめちゃうみたいな。ああ。一緒に帰るとか。あ、ない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 。ない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 。そんなことしたら、うわ、猪狩。猪狩誠と帰ってるみたいになる。そうそうそう。狭いから。トンボ追っかけさせてくれへんくなる。結構人数少ない。お前トンボ追っかけさせてくれへん。兄ビチビチに切られる。ああ、兄が切れてる、待ってる。取れない。お父さんかじゃーって。なになにこれ。そうそう、伝わらんかった。マジで？違う違う。で、どうでした？ここに来るんや、ここで来るんや。初恋の男性。ようやく、ようやく来ますよ。あ、そうですね。皆さん、お待たせしました。お待たせしました。本当に僕らの。俺の初恋だけどうでもいいから。どうでもいいでしょ。とりあえずね、お名前は、女の子にね。名前？下の名前。もう幼稚園でもいいですし、小学校でも中学校でも。シグマくんです。シグマ？シグマくん。シグマ？もしかして。記号じゃないよね。記号じゃない。敵役？あのすごい敵役のやつ。違う違う。そっち？めっちゃ普通。全然違う。倒されるやつ？ちゃうちゃうちゃう。シグマくんっていう名前の男の子がいて。シグマくん？幼稚園の時。どんな感じ？ひらがな？ああ、名前。
てないか。幼稚園の時全部あの表記知らない。ああ確かに確かに。そうわかるけど、シグマくんって名前で。体ロボットなのかな。結構のね、あの尖った名前つけますね。確かにシグマって書いたらね。でも大阪らしいなって言ってますけど、大阪って。でも違うんですよ、私もともと生まれが東京で、東京の幼稚園の時にそのシグマくんに恋をしたんですけど、幼稚園の途中で大阪に引っ越した。泣いちゃうよ泣いちゃうよ。今の言うから深しな深しな。私待ってで、バス追いかけるやつゾーンじゃん。バス追いかけるやつ、シークレットベースバス行く仲間って追いかけるんやろ。ちょっと運動会で絶対、絶対待ってるからなーって言うやつやろ。それもええけど、それもええんやけど、歌うな。曲なら、歌数学好きの理系女なのって言ってますけど、もうお母さんがそうだったのかもしれないですね。めちゃめちゃ数学好きで、シグマね。好きすぎて、あえてシグマ。合計になってるやんな。あえてシグマ。ガッサンってことになる。だから人生すげえまとまるようにってことになる。人生全部、足してって。そう。引くことせえへんよ。そう。足して、全部足していくよ。シグマつけるからね、みたいな。そんなシグマのこと覚えてないんですけどね。覚えてないんだよ。シグマって上と下に数字書いてるやつですよね。そう、うん、K イコール0からみたいな感じのやつね。そう、うん、数学嫌いだったから、うん、じゃなくてよシグマくんの、はい、なんでそっち行くの。そこで終わらせないの、うん、シグマくん、あと何だっけ、はい、東京、そうで幼稚園で、うん、あの運動会の後に引っ越す予定だったんですけど、うんうん、運動会でシグマくんがちさせちゃんのために1位を取るからって。やだちゃうね、すずめ。はい、やめて、まだ進まないから、はい、はい、で、1位を取って、あはい、で、そう、1位を取ってくれて、はい、あ、1位取って、みんな、1位の子はみんなこう、メダルを、あれを私にくれて、うん、行ってらっしゃ、バイバイって言ってくれましたっていうのが初恋に。え、めちゃめちゃなんか漫画みたいの。めちゃめちゃおしゃれ。いい話、おしゃれな話ですね、確かに。そんな覚えてんねや。覚えてますね、シグマ選手やっぱり。それまだあんの、まだあんの、まだあんの、それだよな。ありますよ。実家探せば絶対あるよ。知らん間に捨てられてる。あるある、ビシャビシャって、宝物箱なんかこぼれたコーラみたいなのがビチョビチョになって、もうこれ汚いから捨てんで、やめてやめて、綺麗な思い出。だいたい1ヶ月や、持って、なんでや、持っていけ。シグマくんお元気ですかって、ものすごい当て字になってます。すごい、死ぬに愚かに悪魔のマーみたいな。めちゃめちゃなんかね、具合悪いやんね。ヤンキーやん絶対。でもどんな字やったんかですよ、ね、すごい気になる。気になる。確かになんか当て字でシグマって読ますみたいな、うん、今なんか最近そういう多いです、ね、ちょっと変わった名前多いけど、うん、その年であったよね。まあ、ちょいちょいあるんじゃないですか。シグマくん、シグマくんは分かんないですけど、世の中のシグマくんちょっと会ってみたいな。うん、塩田さん、芸人のヒロシ似てるって。塩田です。お、今回じいちゃんがなんか寒いとです。塩田です。アホか。いやもうこうなるからさ、こうなるよ。まあ、僕も今もね、本当リアルでダメ出しするとしたら、え、ちいちゃんってまずどっちって話になるじゃないですか。あんだけちいちゃんをこっちにしようって言って、今のちいちゃん結局どっちですか。もう一回やっときますね。はい、塩田君は金婚梶原の中の人でしょ。中の人ってどこ。右か左かじゃなくて、中の人ってどこ。しかも梶原さんって言ってますからね。梶原さんの中で、梶原さん、いやいや、身長もさ、梶原さんそんなに高くないし、ここで、あさきさん、こんばんは。こんばんは。こんな中途半端とこからすいませんね、ギャーギャー騒いでますけど。ギャーギャー騒いでますけど。どうした、うん、違う、私最近パソコンもね、8を使ってるんですよ。だから私ここ押してめっちゃ画面反応しないかなと思ってた。あー、タッチパネル。タッチパネルじゃなかった。あー、そうやってね、最先端のなんかっていうことがね。いやいや、違いますから、うん、違いますから。ドビーからヒロシ2回目って、もともとドビーっていう名前にもなってませんから、ね、ドビーじゃないんですか。ドビーじゃないでしょうよ、どう見ても。コメント返せ。キャッチボール成り立てへんよ。さっきからパーンずっと見られて、それで終わりやねん。キャッチボールしようよ。とりあえず何か返してくれたら僕、はい、そういうのでしょ、ね、おそらく、うん、そうですね、うん、そう、私今日も電池切れて
ってないよ、うんうんうん、だって仕事で頑張るよ私そうそうそう私が限られるどうした返事切れてないですよ切れてないですよ何も出てない、うん、なんかそういう目で見てたから今私のことをそれでどうなったのって書いてますけど、うん、うん、どうなったのどこの何の話何の話よ何の話よじゃあもうちょっとまとまりなくなったんでここで漫画ランドのイケメン本庄さんを呼んでみたいと思います本庄さんダメでしょえこの空気に呼んだらダメよ、よ、救世主嘘あかんはいはいじゃあ今日の漫画を紹介してくださいはい、え漫画紹介してほしい。嘘、このテンポ向いてない。嘘、今映画でやってます。はい、あ、LDK。LDK、お、知ってる？読んだことある？何これ知らない。読んだことない。ないんだ。ない。はい。どんな方が知りたい？どんな方が知りたい？女子や。もう裏読む。はい。アパートで一人暮らしの葵の隣に学校の王子、久我山修正が越してきた。しかも、ハプニングから同居することに。冷血感で大嫌いなやつのはずなのに。ドキドキが止まらない一つ屋根の下青春ラブストーリー大変ちょっと見せてもらっていいですかあのなんで北条さんは北条さんはちょっと感情を込めて言っていただいたんでそうそうそう途中がねなかなか適当に開いたページちょっとなんかやってもらうねそうだよそうだよちょだからさだってさみんなやってたからさなんで僕なのちょ僕おかしくない完全にマシャリうん、で僕電池切れって言ってるけどねもうね、うん、電池切れです完全にでもねはいその間に早く選んでちょっと待ってちょっと待って選んで選んで選んでちょちょちょセンスないかも伸ばすから頑張って伸ばすからねちょっと待ってこの漫画のいいところでもこの適当に開いたところが適当にでよし映画とか結構これ見ようと思ってましたそうこれ剛力彩芽ちゃんそうですね、うんうんうん、髪長くてねあめっちゃ可愛いなと思って見てないけどねえ、段のドラマもないページ開いたんだけど、どうしてくれんのこれ。しかも女子女子じゃない。女子女子やし。女子女子やし。ダメだダメだ。うん。え、もう。セリフない。すごい。すごい。セリフない。まさかのセリフが一言もない。逆にすごい。もう。いやー。え、これははい、これが原作で映画になったわけ、ね。そうですよ。うん。映画も結構これに沿ってやってるんですかね。なんかその、原作と多少違ったりもする、うん、はいじゃあ、ぼ、うん、はい、僕僕うんあ、二言やん、余裕ですねえ、てか僕だけしかないの、うん、これ余裕セリフ僕だけしかなくないじゃあ、ちーちゃんとこれいや、だからどうかセリフ僕だけしかなくないうんうんないのかないのかな、うん、そう、ってなりますでしょ、うん、ってなりますドビーもカズマくんも疲れてる疲れてないよ疲れてない全然疲れてない疲れたことないもん、うん無限の高さ。ちーちゃん、ちゃま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 。え、ちーちゃんがルーニーに話されたって言われたんだけど、こんだけページあってさ、一言も全部ないページ開けるって相当持ってると思うんだけど。疲れたことないから僕ら本当に。塩田くんはメガネさんに惚れた。ああ、いやでもね、本当にね。生まれちゃった？結構ね、メガネかけてる女性ね、うん、意外と大好きですね。なんか外す時とかける時と絶対印象が変わるじゃないですか、うんうん、なんかその印象ってすごい好きなんですよね。で、なんか世の女性結構メガネかけてる姿見せたくないみたいなあるじゃないですか、うん、あ、ありますね、ありますね、うんうん、だからそれがすごいなんか僕にはもったいなく思っちゃうんですよね、うん、え、北条さんどんな、はい、この仕草とかこういうのゲストゲストゲストが今思いっきり映ってたからめっちゃ読んでたすごいとかあったドキドキしちゃってね。ドキドキしちゃった。それぐらい、それぐらいいい作品ですから、これ。え、やらないの？やらないとかじゃなくて、ちゃ、やったらバレるやん。うん。うん。はい。うん、とりあえず、すごい作品、うん、やったわけ。ドキッとしちゃってね。別にやってもいいんだけど。やってもいいんだけど。脱がないといけない。そうそうそう。お互いね、私、お団子にせなかった。お団子にせなかった。時間がかかる。時間がかかる。しょうがないな。ナイトワークはこっちに任せてやります。ナイトワークこっちに任せてやります。ナイトワークちゃうわ。ナイトワークちゃうわ。東山さんだったっけ、うん、北山じゃない北川です。どうしたマスちゃんでもないし、はっって言うの。はっとは言わないし、どうしたんだよ。どうしたじゃない。どうしたんだよって。どうしたんじゃない。どうしたんだよ。どうしたんじゃない。マッチじゃない。マッチちゃんですらないし、マッチじゃないし。黒柳さんって叫ぶの徹子じゃないし。叫ぶの黒柳叫ばないし。やれんの、はあ、うん、はあ、はあじゃない、
そうね、じゃあちょっとここで大事なお話を。大事なお話、はい、あ、告知ね。これこれいい、これいい、これいいって、ね、違うこれはね、すごいいい作品なんでね。いいでしょ、いい作品なんで、ぜひぜひ、はい、僕もこの映画ちょっと見に行きたいなと思って、うん、もう終わってるんじゃないですか、はい、いや、え、どうだろう、ちょっと前、結構まだギリやってる、まだギリやってる、うん、映画とね、この漫画も、はいはいはい、ぜひぜひ、はい、じゃあ、私ね、今日ね昼、まいみんにお家と喋って、お家で喋って、意味が分かる、お家と喋って、すごいね、家と喋ってました。メルヘン、メルヘンの世界、メルヘンから来たのね、ハルヘンの人、チューンワールドから来たのね、違う、本パカッと開けたら、バサンバサン、もういいよ、じゃあそれでいいよ、うん、で、その、うん、話せて、もそもそってまいみんが、ちっちゃい大事なものがあって、託された今日のお仕事をやってもいい、うんうん、はい、あやきまゆみさんが出演する、うん、舞台、ブルースな日々、ガス欠が6月24日から29日まで、うん、築地ブディストホールで、うん、上演されます、うん、ブディストホールね、ブディストホール、本願寺、本願寺のところね、うん、本願寺のところです、はい、で今ね、とってもとっても頑張って、あの家で歌ったりとか、あのセリフ練習とかやってるんで、広瀬出てきた、出た広瀬、広瀬出てくる、広瀬、うん、大好きよ、宣伝しないかない、なので、あの皆さんぜひぜひあのチケットをね、はい、マイミンからご購入ください、うん、何でしたっけ、あのネットから頼むと、うん、ローソンはダメなんですよね、うん、あの直接あやきさんのツイッターやブログなどから、うん、あのお申し込みいただければと思います、うん、詳しくはブログ、ツイッターをチェックしてください、チー、はい、ガス欠やでって言ってて、うん、うん、ほら西川さんあと20分やでっつって、ね、TM レボリューション、うん、出た、あれ風邪く、怖いことやった、怖いことやった言ったからずっとやってよ、ね、あのついでじゃないですけど、あのね、ついでなの、あの私がどうして今日こんな感じでファーファーしてるのかと言いますと、あの今週末土曜日から、舞台をやります、うん、楽屋という舞台で、楽屋という舞台で、あの女優4人が出てくる、ややこしいな、楽屋入りですって言ったら、なんか、ね、ややこしい、ややこしい、はい、うん、女優4人が出てくる、女優4人のお話なんですよ、あ、4人芝居、4人芝居です、わ、すごい、4人芝居です、うん、あの私、今までの中でもちろんあの一番頑張ってますし、あの作品としてももう本当めちゃめちゃ面白い仕上がりになってるので、まだチケットをご購入でない方は、うん、ぜひともぜひともぜひとも、うん、ご購入して見に来ていただければと思います、うん、よろしくお願いします、場所はどこですか、場所は秋葉原のアクト&ビーというところです、うんうんうん、アクト、アクト、これアクト&ビーで大丈夫です、アクト&ビーです、うん、よろしくお願いします、店の逆じゃなくていいね、え、逆、うん、カモメはこれなんだろう、カモメ、2本立てだったんですよ、あ、うん、で、カモメのセリフが楽屋に出てきて、カモメをやってから楽屋になるっていう流れで、先週まではカモメを上映してて、実は両方見てた方が面白いです、面白かった、両方見たらめちゃめちゃ面白いです、はい、カモメで、はい、ゲストの、ゲストさんの方のね、はい、とりあえず、じゃあ、近々舞台がある方とか、近々、いや、舞台限定会、え、舞台じゃなくて、舞台とか、うん、とりあえずなんか告知があれば、はい、ありますか、これからですか、はい、いいですか、はい、あの舞台は何もないです、何もないかい、何もないかい、ただ、何もないかい、E テレ、NHK の E テレで、はいはいはい、歌のお兄さん、うん、そうすごいな、スルーしとくけど、青山ワンセグ開発、はい、っていうのがやってて、なんかショートムービー2本あって、うん、それを、うん、あの見てる視聴者さんの投票でどっちがいいか決める、うん、バトルみたいな、うん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 、これがなんか4週にわたってやってるんですよ、はいはいはい、うん、それ今俺エキストラで出てる、体操のお兄さん、あ、そうエキストラで出てる、エキストラがエキストラで出てる、うん、だから明日3週目かな、明日3週目だから見たらエキストラで映ってる加藤さんが見れる、そうえ、見たい、それちょっと見たいんだけど、ね、第1週目だけ見たの、うん、2週目見てないんだけど、うん、第1週目はね、うん、あの俺の出てるシーンギュッと詰めて、うん、まあ持って2秒だった、おお、持って2秒、持ってるからね、持ってるからね、うん、カズマくんテレビで出てます、出てます、出てます、持って2秒、ね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、クーマさんこんばんは、こんばんは、カズマさんが頑張って喋ってるって言われてますね、うんうんうん、頑張ってねえよ頑張ってるでしょ、この人あちらも可愛いぞだからやめなさいよ、その流れやめなさいよ、その流れちょっと戻さな、分かる、本当だよあ、じゃあの、うん、ブログの名前とかね、ツイッターとか、うん、あの、ここで、うん、忘れない、あれ、うん、落ちちゃった、うんうん、真っ暗になっちゃいましたけどね、うん、早く行ってくださいと、見る、はいはい、見ると、うん、見れてるの、うん、
じゃあ、あの引き続き、ブログはやってないですね、ブログはやってない、ブログやってないですか、やってない、え、そうなの、やろうかなって思ってるから、知らなかった、ブログやってない、へえ、猪狩一馬で検索すればね、はい、あのツイッター出る、はい、グーグルでググってください、はい、ただ、はい、あのね、同姓同名のね、人とか出てくるんだけど、へえ、いるの、猪狩一馬、そう、猪狩一馬って出てくる、へえ、珍しいのが、川崎フロンターレの猪狩一馬くんラブですみたいな、なんかよくわかんない、あー、よくわかんない、よくわかんないって言うんだから、よくわかんないって言な、何あの部分、怖い怖い怖いってやつ、なるほどね、ありがとうございます、はいはい、はい、とりあえずツイッターもしそうですね、猪狩一馬で検索していただければ、はい、していただければ、はい、はい、ではじゃあちーちゃん、はい、ちょっとチラシとか持ってくるの忘れちゃったんですけど、6月、7月と舞台に出させていただきます、うん、はい、で6月は、ラフカットって知ってます、なんか聞いたことある、松尾鈴木とかケラリのサンドルビッチとか鴻上庄司とか、まあ、あの辺の、まあ、戯曲、舞台では有名な方々の戯曲をマムニバス形式でやるのが新宿でやるのと、あと7月にブディスト、私もブディストなんですよ、そうなんですか、そうなんです、ブディストで盾を、あららら、戦をして戦ってますのでかっこいいとね、こういう感じで盾でできるとかっこいいですよね、やった、すごいかっこいいと思います、はい、できるので、私も、はい、大谷千歳でググっていただきますとツイッターとブログが出てくるので、ちなみにブログの題名とか、大谷千歳の日々成長です、おー、かわいい、かわいい、こういうのやりたい、こういうのやりたかった、こういうのやりたかった、こういうのやりたかった、じゃあ名前書いたらいいじゃん、ブログのタイトル、ブログのタイトル何なんですか、なんていうの、なんていうの、私ね、北川千春のブログです、ブログ名、いや、かいく、かいく言ってみて、かいく、かいく、かいく言ってみて、あー、まぶりめっちゃ笑って、まるからかなってるよね、かいく、かいく、かいく、ほら、あの、視聴者いらっしゃるんで、今年25だろ、うん、やめろよそれをやめろよ、全部笑いで許されへんよ、それ、北川千春の、北川千春のブログです、です、ほら、こういう空気かわいい、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 しゅうたさんのブログタイトルも聞きたいな、聞きたいな、はい、いや、いや、僕の必要ですか、うん、でも、ガンガンジャパンさんが可愛いって書いたから、ちょっと嬉しい、もん、もういいもん、あ、そうそう、あ、もういいよ、もういいよ、ありがとう、うん、ありがとう、はい、そう、ありがとう、しゅうたさん、僕のタイトルですか、うん、僕のタイトルはね、うん、しゅうたの日々成長ではなくですね、うん、じゃないですよね、ではなくですね、はい、こういうのを本当に滑ったって言うんですよね怖くて仕方がない、うん、見直したくない、もう、もう塩コショウ少々でございます、え塩コショウ少々でございますね、つまらないギャグ、いや、ギャグって言われてます、言われてますよ、いや、つまらないギャグ、ね、言われてますよ、ね、日々成長はただ滑りしましたけど、ああ、おまるぼさんがうまいこと誰かフォローしてくれたらいいんですけどね、それで、おまるぼさんうまいこと言ってたのに拾うのは落ちた、落ちるのは声だけにしとけっつって、さっきで画面が一緒にした時にね、あら、おしゃれ、今日もね、今日もおしゃれだな、おまるぼさんはね、おしゃれですね、本当に、はい、うん、はい、僕のブログのタイトル必要でしたね、今のね、え、必要だよ、私なんて何回言ってるかわかんないですよ、ここで、ああ、はい、あと僕、そう、ね、最近、はい、ツイッターを始めたんですよ、うん、そうなんですか、はい、うん、本当に最近、うーん、でも、うん、僕全然始めなかったんで、はい、周りの人にとりあえず、うん、勝手に始めさせられたっていう感じの雰囲気が塩田さんじゃなかった、そもそも、だから僕の携帯貸してって言われて、うん、で、貸してとりあえずパスワードとかああいうの全部お願いねって言われて、うん、だから、うん、はい、僕パスワード知らないです、知ったの、知ったの、それ私や、それ私や、知ったも知らないの、私がやったんです、これ、うん、そう、だから僕のパスワード知らない、私も忘れた、すごいな、なんかちっちゃいおっさんが乗ってる感じがする、あ、すごい、うん、器用ですね、器用ですね、本当にね、はい、なので、はい、なのでってのおかしいですけど、はい、なので、ツイッター始めましたけども、はい、もしログアウトしちゃったら僕も入り方が分からなくなる、そうですね、じゃあ新しく作ればいいんじゃないですかね、そうですね、はい、はい、作りましょう、ありがとうございます、落ちちゃったね、落ちちゃったね、はい、はい、で、いつもこの時間何の話してますっけ、この時間何の話してるって早かったね、今日は1時間ぶっ通して常に何か話してるでしょ、しゅうたちゃんにハイゴレいっぱい、ハイゴレいっぱい、うんうんうん、確かにね、僕の後ろには金剛力士像がドーンって言いますから、もう何でも濃いですよ、この番組、うん、漫画ランドなんですけど、金剛力士像のくだりちーちゃんとか漫画とか読みます、そんなびっくりした、違います、違います、はい、
まだ読みません。何好きですか？あ、ジャンプ。持ってくればよかった。ジャンプ系めっちゃ読みます。ブリーチ全部巻揃ってます。はい、今何巻まで行ってるんですか？今ね、分かれへん。何巻？50巻はでも行ってますね。結構漫画いっぱい読んでるんですか？今でも読む？読みます。でもアニメとかの方が見るかも。あ、でも漫画原作だから漫画で追いかけたりしますよ。はい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 、はい、まあ弱虫ペダルが熱いですね。ちょっと前にね、紹介しましたよね。そうしたね。そうなんでね、めっちゃ思ってます。少女漫画はあんま読まないんですか？少女漫画は君に届け。あー、き風早く、風早く、いいねー。分からへんやろ。もう知ってる、知ってる、知ってる。ほんまに？むしろね。ちょっと説明して。あの、風早くんでしょ。うん、風早くんがむっちゃ速い。風早くんめっちゃ、めっちゃ音速超えるのよ。音速超えるのに、いかに人力でいかに音速を超えるかっていうところの勝負でしょ。最終的に自転車使ってね。今虫ペダル離れてる。離れてもらって。で、最終的になんか、不意なことから共同生活始めるんです。それこれ、不意なことから共同生活。いろいろ混ぜましたね。不意なことから共同生活始まっちゃって。うんうんうん。いいですよ、夏もすごい読んでましたけど。あ、本当ですか。もうやっぱ風早く、風早くですね。ああいう男性を目指して、もうシュートさん本当読んでね、一回風早くん研究した方がいいんじゃない。あ、そう、研究して。そうな、例えばどういう男性なの風早く。風早くんはね、もうね、パーフェクトなんだよね。さりげない、パーフェクト食べる。何、何、例えば、何やろな、多分ちょっとした気遣いとか。ちょっとした気遣い。ピュア、ピュア。そう、ピュア、ピュア。お二人ともめっちゃピュアなんですよ。僕ら二人ともむちゃくちゃピュアや。いや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 、こんな死んだ魚みたいな目して。さっき前半10分下水会話しかなかった。ピュアブラックとピュア、何ピュアブラック、ピュアブラックとピュアホワイト。翔さん、翔さん、なんすかそれ。なんすかそれ。ピュアブラックプリキュア。やっぱそうか。はいはいはい。じゃあカズマくんは何ですか？俺ね、あのね、好きなドラゴンボール、ワンピース、スラムダンクを読んだことがない。ないの？ないんだ。ないの？ちょっと待って、今のあー返してくんない？とりあえずブリーチ、ナルト、全然何にも分かんない。漫画自体はあんま読まない。うん、そう、読まない。お、あの、私の話聞いてました。一番最初このコーナー振った時に、一応この番組漫画ランドっていう。ちょ、だからここで帰りにもう死ぬほど読んでくる。そっかそっかそっか。ここむちゃくちゃ本ありますから。めちゃめちゃありますからね。うん、本当にもう多分ここで、この間クレヨンしんちゃんの映画見に行った。あー、いいですよね。なんで一人で行ったんですか？ないな、だって一緒に行ってくれる人いないもん。ロボ父ちゃんのやつです。ロボ父ちゃんのやつ。誰一人で見に行ったんですか？そう、泣いた俺。泣いた。あーあーいるでしょ、一緒に。周りにはご家族とかで結構いらっしゃってるんじゃないですか？芸術だったんで、ちっちゃい子供とか大学生ぐらいの感じが多かったけど、でも親子連れもいた。あー、でしょうね、でしょうね。え、でもその、僕映画館ほんまに行かない。え、なんで？いや、は、ま、邪魔じゃない周り。だからもし、はーってなった時も、はー姿を見せなあかんわけやんか、周りのちっちゃい子供たちに。それが嫌じゃない？特に。特に。ボンボン泣いた姿を見せても全然。だって、覗いてくる人は別にいないじゃないですか。いない。え、でも終わった後にもう綺麗になってます？ならない。めっちゃ泣き晴らしてるけど、別に他人だからよくないですか？ああ、そうなんや。なんかそこら辺が恥ずかしいと思っちゃうんだよね。気にしいなんですね。気にしい。気にしい。そこで片付ける。ピュア気にしい。ピュア気にしい。ピュア気にしいやから。確かにね。漫画の話とか。漫画の話。読んだことがない。アニメも見ないんですか？アニメも見ないね。え、読んだことある漫画ないんですか？でもね、俺ね、これ見てたよ、このアニメ。これ何ですか？これと、さっきのやつ。これだっけ？これ、それ何ですか？ペルソナ、ペルソナ4。このアニメ見てて。じゃあ、もともとね、格闘ゲームからこれ入って。へぇー。原作面白い。え、なになに、どこ見てるの？え？どこ見てるの？画面見てる。違う違う違う。画面でしょ。画面でしょ。なんで画面？おすすめです。ペルソナ。流行りましたよね、一時。そうそうそう。話題の漫画だったってイメージだ。もう私はもう今めっきり徐々にハマりきりで。あー、徐々にね。もう毎週毎週、ジョー太郎かっこいいと思って。アニメもやってるし、漫画もね。ひたすらジョー太郎がイケメンです。今は漫画は大何部なのか、もう全然僕分かんない。終わってるんじゃないですか？え、終わってないの？あれ。ジョジョリオンっていう。ね、違うの。ジョジョの奇妙な冒険ではないんだよね、もう。そうですね。うん。あれ、全員ジョジョなんですよね、主人公。ああ、そう、全員ジョジョ。毎回ジョジョなんですよね。あだ名がみたいな。そう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 。違ってて、まあまあまあ、血筋。血筋？血筋がみんなジョジョってあだ名。ジョ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 
ジョジョメ、ジョジョメ。すごいなんか単語読まれちゃった。例えば俺がジョジョだったら、翔さんもジョジョなんです。そうそうそう。どういうこと、わかんない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 。全員ジョジョではない、ジョジョが一人。登場人物全員ジョジョ。ほうジョジョって。あ、そうなんだ。ジョジョ、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 ほうジョ。うまいこと言ったな、ほうじょさん。もうよっ、終わりかけに、ありがとう、ありがとう。楽しい気どうしよう、よっしゃよっ。いや、こう言うてくれる人がさ、僕の場合だけ少なくない。そうだってさ、おまるボーイさんがさ、もう落ちたままこのまま終わる恋しぐれって聞かれちゃったんだけど、もうちょっともうね、地位拾いきれないよ、私の今日のキャパシティじゃ。最高読んでくれて。そうそうそう、本当は塩さんが拾っていかなきゃいけないと思う、うん、そうだ、今日 MC って言ってたのにさ、なんかこれじゃあちょっと今後だからゴールデングラブ賞を狙っていけばいいってことね、うん、ゴールデングラブ賞よくわかんないんだけど、あの、とりあえずこれじゃあ、うん、あの、あやきは認めないよ、塩田さんは MC って。じゃあ認めない、うん、どういかん問わず、うん、結局今いないから、うん、え、でもオンデマンドで見ますから、これ。あ、見るのね。見ますから、え、見ますから、いない回はチェックしますよ。いない回は見られるのね、うん、見ます、はいはいはい、見ます、当たり前じゃないですか。全然勝負しますよ、本当に。じゃあちょっと、え、今日のなんて言うんですか、自分で今日の、うん怖い点数の聞き方ですね。それはもう120点よ。え、本当ですか。120万点。120って120万点。120万点。120万点。もうこれを超えれないでしょ。はいはいはい、なんか、ヒイラギやったか。もうちいちゃん飽きちゃって。ヒイラギやったか、柏木やったか忘れましたけど。うん、え、わからない。そのとこで勝ってるんですか。いや、あやきにかけてるんですよ。あ、あやきにね。一応ね。あやきにね。一応ですよ。はい、お前ら家かおいさっきのシーンが何かなと思って。あ、さっきのシーンね。あ、抜かなきゃいけないところですね。はいはい、抜かなきゃいけない。はい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 。あのいいですか、その兄弟みたいな微笑ましいところはあるんですけどね。はい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 、うん、まあまあまあ、うん、呼んだからといって何もなかったですけど、呼んだ、呼んだ呼んだからと、はい、で、そう、そろそろあの終結の方にね、うん、でも翔太さん MC っぽかったですか、今日2人ゲストに来て。もう MC でしょ。いや、もうちょっとなんかこう仕切、うん、っていくのかなと思ったら、ねね、なんかあんまり、俺がふざけ出すと一緒にふざけ出してるそうね、あの僕ふざけたいっすなよ、はい、一緒に会うのは初めてだから本当にあかんですよ、はい、本当に。あ、復活、今まで落ちてたんですか、これ。あら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 、何の話してるの、ね、はい、事件事件、うん、なんか皆さんにね、この状況は伝わってなかったので、もうオンデマンドで楽しんでいただいてね。いやー、ほんまに、はい、すごいことがね、起きてたんじゃないかなと、ね、僕の MC がね、失格やっていう話を、はい、話したんですよね。あなた普通の話するのね、ここで。はい、本当にはい、いや、僕絶対ふざけてたら、はい、ふざけてる人に乗っかっちゃいません。それじゃあ MC はできないですからね。そういう時もある、はいはいはい、けど、うん、基本なんか何でも拾ってくれるから、うん、俺結構何でも安心して言っちゃうところがある、うんうんうん、その人たちが2人でこっち来ましたからね、今日。そう私結構頑張ったと思いますよ。すごい、なんか、はい、本当は拾う技術が強い人だと思うんだよ。え、塩田さん、違う違う違う、そりゃそうですよ。こんだけ拾うのは塩田か、はい、ルンバぐらいですよ。ルンバぐらいですよ、こんだけ拾うのは。え、塩田ルンバ発信。充電きます。充電、やだやだよやだよ。なんて、拾うなら町のゴミ拾ってって。今なんて、拾うなら町のゴミ拾ってって。町のゴミね、はい。今何点っていう質問があ、私がね、もうごっちゃになってるやん。はい、こっちの方がおもろい。そうそう、多分こっちの方がね。いや、うん、とりあえず締めてね、はい、とりあえず、はい、あのブログもツイッターもやってますよっていうね、はい、もう一回お名前をね。あ、そうそうそう、フルネームをお名前ね、はい、なんか出たし、はい、ごめんごめん。はいはいはい、おつゆおつゆ飛んでます。はい、はい、大谷千歳です。ブログの名前は、はい、大谷千歳の日々成長です。よろしくお願いします。かわいい、よいしょ、かわいい、はい、はい、ブログはやってませんけど、ツイッターやってます、うん、ポール・マッカートニーです。ちゃうやろ。最後、最後にこけるのやめて。イガリ・カズマです。はい、イガリです。フロンターレね、フロンターレ、フロンターレ、イガリ・カズマです。大概イガリって言われたりするんですね。そうそうそう、イガリさんね、イノシシを狩るとか言ってイガリです。はい、もともとは狩猟民族ですね。そうそうそう、どいなかの名前が、どうやらトンボ追いかけてるの間違いない。イノシシ追いかけてるの。あ、そう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 。とりあえずね、塩田さんも言っときますか。あ、僕もね、はい、ブログと最近ツイッター始めたんで、
ツイッターってどういうふうに公表したらいいの？なんかアットなんとかって覚えてないです。はい、でも名前で検索したらドビショだ、ドビショ、ドビショで何か検索してくれたら多分見つかると思うんで、ぜひぜひツイッターもブログも見てくださいませ。はい、ありがとうございます。今日はね、ちょっとマイミンがいないことにとても不満を感じたシーンがね、すごい楽しくできたね。でもすごい楽しめましたよね。はい、先からマイミンの愚痴しか聞いてないから。そんなことないですよ。まあ塩田さんの MC がどうだったかっていうのはまあマイミン来週以降に早くと話したいと思います。知らないマイミン。それでは皆さんまた来週。じゃねー。